泣く子も黙る35万のマウンテンパーカーでございます。どこにこれが35万かかってんのって思ったりはするんですけども、人体工学を用いた立体構造にしてるんですよ。はい、本日はですね、こちらアクロニウムのマウンテンパーカーをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、こちらのマウンテンパーカーとうとう来ちゃいました。っていうのもね、皆さん知ってる方知ってると思いますけども、なんとこの1着35万円します。僕が持ってるマウンテンパーカーで最も値段の高いマウンテンパーカーとなってるわけなんですけども、もちろんゴアテックスが採用されてたりだとか、高機能の部分はあるんですけど、35ですかと、35やったら、僕の家賃より全然高いっていうね、あと学校の先生やってる時とかもね、給料月給より高いということで、もう我が家もほんまにね破産寸前でやってるわけなんですけども、こちらね、最近グランフロントのエディションっていうところのセレクトショップで、買わせていただきました。でアクロニウムってね、こんな感じで袋に入ってあるんですよ。まあ律儀なことっていう感じでこうやって入れていただいててね、こんな感じの、ジャケットを購入させていただいたっていうのがね、見ていただいたら分かると思うんですけども、まずは開けましょう。まず開けてからじゃ始まらないから、ゾーンといって開けていきました。ゾーン、こちらがですよ皆さん、泣く子も黙る35万のマウンテンパーカーでございます。マジでこれ買う時バビりましたよね。うわ、どうしようかなと。いくら YouTuber といえども35万のマウンテンパーカーって、足が震えたんですけどね、買いますって言ってね、買ったんですけども、あ、お客様他何かパンツとか見ますか？見ません、これだけでいいですって言ってね、買わせていただきました。どうです皆さん、これを見て35万、はあ、なるほどなって思います？僕は思わない。どこにこれが35万かかってんのって思ったりはするんですけども、今からその辺をいろいろお話しした上で、あ、確かに35万の価値ありますわっていう人見てるやろし、いやないよ、そんなんで35万、これ高すぎるよっていう人見てるかもしれんけど、そんなことを言ったり言わんかったりするところがこの YouTube でございますのでね、着用していきたいなと思います。これアクロニウムっていうブランドでね、ブランドの紹介なんかはっきり言ってどうでもいいんですよ。そんなことよりもね、それがかっこええのか、それともほんまに機能的なんかっていうところをね、皆さんも気になると思いますので、まずは着ましょう。まず着ないと始まらない。でまた後でもお話ししますけども、ここにね、なんかベルトみたいなのが、このゴムの紐みたいなのがありますので、これなんだろうなっていう話もしていきたいんですけども、一応これも機能なんですよね。考えられた機能なんで後でお話していきますが、はい、ゾーンということで、こちらね、ドイツのブランドなんですよ。へえ、ドイツのブランドなんやと。なんか人によれば、このゴアテックスが初めて採用されたもこのアクロニウムちゃうかなんていう話があったりしてますので、それが違うかどうかなんていうのはまたコメント欄いただければ嬉しいかなと思うんですけど、やっぱゴアとかっていうとノースフェイスとかアークテリクスとかっていうイメージが僕の視聴者さんにはあるかなと思うんですけど、アクロニウムなんですかと、そういったね、マウンテンパーカーとなってます。見たら派手ですよね。ここのデザイン、色はブラックやからシックなんやけども、このデザインがね、すごい奇抜なデザインしてるので、パッと見ただけで分かる人から見たら、あれアクロニウム、はい、あれもアクロニウム、あれも違うって書いてるの分かるじゃないですか。それぐらいちょっと個性的なマウンテンパーカーになってるんじゃないかなと思います。でドイツやって言ったのに、これドイツ人が作ったのはドイツじゃないんですよ。これ作ったのはカナダ人なんですよ。ややこしいわいと、そんなことも言わんでいいわいってなってくるんやけども、これ日本で買ったんですけども、元のブランドはドイツなんです。作ったのは実はドイツじゃなくて、カナダ人なんですっていうことで、わけ分からなくなったと思うんですけど、わけ分からなくなって大丈夫です。とにかく35万円のマウンテンパーカーであると。でイメージとしては、これアウトドアとかスポーツとかミリタリーとかが融合されてるらしいんですけども、僕にその感覚は分からない。そういったセンスは全く僕ないので、全く分からないです。ちなみにサイズ感はね、どんな感じなんかっていうと、僕 178cm の 69kg で S サイズを着用します。っていうのもね、 M も来たんですよ。 M 来たんやけども、でかすぎる。やっぱ海外サイズだからちょっと大きいですよって言われたんやけども、アークテリクスとかで考えたら、僕普段ね、ノースフェイスとか L サイズ、日本のサイズは L なんやけども、アークテリクスとかで M とか着るんですよ。そんなもんかなと思って M がばってきたらね、もうめちゃくちゃでかいんですよ。これあかんわと思ってね、S ですね言うて S サイズを着用させていただいて、じゃあこれでよろしくお願いしますって、こう足が震えながら、買わせていただいたっていうのが、ガクブルジャケットという名前になってるんですね。その後ですね、これどういう機能があるんかっていうと、実は結構細かくね機能あって、ポケットがね9つぐらいあるらしいんですよ。ほんまですかと。でまずね、ポケットの前にこのベルクロ見てください。もう最上級にきっちり締めるベルクロになってて、こんな長いベルクロ見たことあります？これもうちょっと長かったら犬散歩できますよ。それぐらい長いベルクロなんやけども、これギュッて絞ることによってこんだけ長くなってグッと絞れるから、もうほんまに隙間ないような状態にガチガチにできるんですよ。でそういうところまで考えられてて、このベルクロのパターンの仕様って珍しいですよね。やけど今後僕も服作る時にね、この仕様いいなと思ったりしたんやけども、そういったことの仕様になります。だから1周あるんですよね。ベルクロの、テープの部分がね、こう1周ずらーっとある感じになってるので、どこでも止めれる。だからどこまででもギュッと絞れるっていうところがいいところであったりだとか、あとね、こんなとこにねポケットもあったりするんですよ。ここのポケットに何入れんねんと思ったりするんやけど、やっぱリップとか入れんのかな。このリップとかピョーンってこの中に入れといたりですね、入れといてやるのもいいし、あと定期とかいいんかな。まあこういうね、ふざけた名刺くれる人おるじゃないですか。これ僕の名刺なんですけどね。ふざけた名刺くれる人とかもありがとうございますって言って名刺交換した後、ここにピュッて掘り込むっていうのもいいかもしれないですよね。だから名刺コーナーとしてここに入れさせてもらって、あの人誰やったっけな、なんか見たことあるな、ちょっと待てよ、はい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 っていうのもね、ありかなと思います。でここが両サイドにあるし、もちろんメインのポケットも胸ポケットにあるので、こういった財布なんかがすっぽり入るぐらいのポケットですね。全然入るなっていうような感じです。でね、このビラビラあるじゃないですか。これ何ですかと、これ何の機能あるんですかって思うじゃないですか。僕もねそうやなと思ってね、いろいろ調べたんですよ。ほんならね、分からなかったです。何か分からなかったから分かる人教えてください。なんかペンとかこうできるのかな、それともただのデザインなんかな、ちょっと分からんねんけども、おそらくペン引っ掛けるものじゃないでしょ。この中にマッキーぶら下げてるやつ多分おらんと思うから、おそらく違うとは思うけど、こんなこともできることはできますよと。でポケット、他にもこの両脇のところにもポケットあるので、ここが多分一番ねベーシックなところになってくるかなと思うんですけど、皆さんこれいかがでしょうか。こんな感じですね。さらにこの腕のとこにもジップ付きのポケットがあるんです。ここは何入れんやろな。僕よくなくすから AirPods とか入るんかな。これは入りましたね。無事入りました、入りました。ちょっとゴツゴツしてシルエット変わってくるけども、ここにポケット、こっちはないのか。こっちは次違う仕様ですね。この縦にジップがありますので、こういう風に横に入れるタイプなんですけども、ここもポケットがあると。そしてここのベルクロですよね、注目は。ここベルクロ、すごいベルクロあるなと思うでしょ。何のためにあるんですかって店員さんに聞いたんですよ。そしたら、多分デザインやと思いますって冷静な顔で言われたんで、特に機能ではないみたいです。そしてね、後ろ側もね、こういう風になんかベンチレーションっていうか、ここを開けてギュッてこう広く見せたりすることも可能らしいんですけど、これは何の意味なのかっていうのはちょっと正直分かりません。で一回上まで閉めてみましょうか。一応ね、上まで全部閉めたんですけども、実はここにねもう一個ジップあって、これなんか捨てジップなんか分からんけど、このビロンビロンってあって、普通これ服ひっつけるでしょ、つけないっていうね、さすが斬新な発想なんですけども、ここピュッてやっていくとこの上まで閉まっていくようなスタイルですね。でフードも取り外しできるんで、嫌やなと思ったらね、こうやって取り外しができるスタイルなんで、これはねよく見ますよね。どこのブランドでもあるっちゃあるんやけど、僕多分フードない方がいいと思うんですけど、これでちょっと後ろピラーっと開けちゃって、ちょっと中にね白 T とかがあったらまた雰囲気変わるかなと思うんですけど、こんな感じでね、ちょっとカッコつけていくと、もうこんな時はモードな感じでいっちゃえっていうことで、こんな感じでね、ちょっと近代的な感じしますでしょ。こんな感じでいけばいいかなと思いますけども、これがアクロニウムということになってました。でね、次が、ポケット多いのは分かったと。そうなってんねや、しかもベルコムキュッて閉まるからええやんと思うじゃないですか。で気になるのは、ここのブランドって人体工学を用いた立体構造にしてるんですよ。はい、難しい言葉が出てきましたので、ちょっと皆さん逃げないでくださいね。こっちついてきてくださいね。人体工学を用いて、要は人間ってこう肘とかって後ろに曲がることないですよね。前にしか曲がらないから、こういう風な立体的な構造で作っていこうじゃないかっていうような洋服作りがされてると。だからこれはジャケットなんですけど、パンツとかも膝って前にしか曲がらないんで、こう丸みのあるような、裁断とか、縫製をしていくというようなことがこのアクロニウムにはあるみたいです。だからね、面白いのがね、ジャケットとかこうやって見たらこう前にやっぱ行ってるんですよ。で別にこれは腕通ってなくてもこのようにこうやって前に行くので、着用パッてした瞬間から、あれなんかこう自分の体にフィットしやすいなっていうのって、なぜかというと、そう人体工学を用いた立体構造だからですということでね、皆さんよく言えました、そういうことになってるらしいですね。ただこの辺に関しては別にアクロニウムだけっていうわけじゃなくて、アークテリクスとかも結構そういうね、肘の部分とか膝の部分ってそういう裁断とかされてきてるので、特に目新しいってわけじゃないんですけども、もちろん当たり前のようにこの辺りはこなしてきてるよねというような感じになってるんですね。で次がですね、中にあったリュックみたいなやつね、見ていきましょう。このね中にあるね紐はね、何かというと、そうやって持ち運ぶ時用らしいんですよ。だからなんていうの、これかけるんですよね。これって合ってる？分からんけど、これ正解なのかちょっと分からんねんけども、こんな感じでねこれ多分僕は合ってないでしょうね。僕が多分間違ってます。僕は完全にこれは間違ってるでしょ。どう見てもかっこよくはないからね。ただモデルさんの写真とか見るとちゃんとかっこよく仕上がってたんで、ほんまはちゃんと付け方があると思うんですけど、なんか正しいやり方をね、皆さんはやっていただきたいなと思います。なんかこれも変ですもんね。ほんまは多分正しいやり方があるんですけど、そういうことを考えられて作られてるんだよという話になってて、で最後がね、さっきからチラチラと見えておりますがタグですよね。もちろんこのゴアテックスを採用しております。でこのゴアテックス採用してて3レイヤーっていうことで、表の生地と真ん中の生地と、で最後がこの裏の生地になってますので、例えば半袖で着用している時にこの肌触りがちゃんと不快なようじゃないというか快適なように作られてるということなんですが、これに関してはアクロニウム35万出すからそうってわけじゃなくて、16,000円のモンベルのゴアテックスもそんな感じなんですよ。このねモンベルのねレインダンサージャケットっていうのもね3レイヤーでできてるし、このアークテリクスのねベータジャケットっていうのも3レイヤーでできてるんですけど、ただ同じく3レイヤーって言ってもその表の生地のやっぱ値段も違うし、裏の当たってる生地の値段もやっぱり変わってくるので、これがねモンベルの3レイヤーの裏側になってるので、ちょっとアークテリクスの方とはやっぱ違いますよね。でアークテリクスの方とアクロニウム結構近いっちゃ近いんですけど、これがアークテリクスの裏地ですね。でこれがアクロニウムの裏地で、アクロニウムは実はリップストップナイロンでこの格子状になってたりとかするので、より強度感のあるというか張り腰のあるような感じの生地感で、こっちの方はねよりなんていうの肌触りのいいような、生地感っていうのがアークテリクスなんで、どっちがいいっていうわけじゃないんですけど、半袖とかで着るんやったら多分アークテリクスのこのベータジャケットの方が着心地はいいんですけども、より強度を高めたいとかよりミリタリー感を出したいとかってなってくると、このアクロニウムの方が、強度とかが出てくるんじゃないかなとは思います。ではですね、こっからが難しいところですよね。値段的にどうなんて妥当なんていうところやと思うんですけども、値段からするとですね、これが35万円で、アークテリクスのベータジャケットが5万円って考えたら7倍の差があるんですよ。で生地に7倍の差、そして縫製の難しさに7倍があるかって言われたら、はっきりとそこまではないとは思います。だから35万が適正かって言われると少し高いような気はするんですけども、かもしくはベータジャケットが安すぎるかどっちかなんですけど、ただめちゃくちゃこだわられてるのは見たら分かりますよね。どう見たってジップこれ3つあるんですよ。でフロントジップって基本的に1個だけなんだけども、フロントジップね、これ1個あるやんと思うじゃないですか。違うんですよ。これ実は上からかぶせてるフロントジップやから、外した場合中からもう1個フロントジップが出てきて、これ途中までしかないんですよ。これがメインのフロントジップでバーって開けていきます。でもこの横にも実は止水ジップがあるんですよ。っていう、これ何のためにあるんかって言われたら完全デザインなんですけど、パッてフロント開けます。でこの止水ジップの方もジップこうやって開けていきます。じゃあ止水ジップのとこポケットあるんかって言われたら、ただこれベロベロになってるだけなんですよ。だからデザインのためだけにあるんですけど、こだわりってそういうことじゃないですか。人によっては別に全くいらんっていうものやけど、人によってはこれがデザインとして素晴らしいっていう人もいてるわけやから、ジップを前に3本使うっていう発想はなかなかないけども、その発想をしてくるっていうところがこだわりですよね。でそれ以外にもこの脇の部分の縫製も細かいですよ。普通脇の部分ってパンパンってできるんだけど、こう何個もつなげることによってより立体感が出てくる。でやっぱ生地って平面やからまっすぐなっちゃうんですよ。やけどそれをこう何個も合わせることでキュッ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 ってこう曲線にしていくっていうのがこれね、これも手間かかってるやろなと。で一つ一つの部品が高いっていう印象はもう全くないんですよ。ジップとかも YKK の止水ジップやし、裏地がびっくりするぐらい高そうなの使ってるってわけでもないので、一つ一つが高いとかは思わへんし、このボタンとかもすごいいいボタン使ってるってわけじゃなくて、ただ YKK のね、普通のボタンなんで、もちろんそれは普通のファストファッションに比べたら破格の値段の高いやつ使ってますけども、普段僕が紹介してるようなアウトドアブランドとはあんま変わりがないんですけど、やっぱ縫製の難しさとか縫製の細かさ、そしてパターンの複雑さ、めちゃくちゃこれパターン複雑だと思います。そういったところがね、この値段に反映されてるんじゃないかなとは思います。で少量生産ですしね、そんな大量に作ってないっていうところも、またそれが希少価値となって値段が高くなってるっていうところもあったりはすると思うんですけど、それもねいいところですよね。であと1個ね言うの忘れた。僕みたいな忘れ物多い人にはめちゃくちゃいい。何かっていうとね、ちょっと僕の首見てくれます？この首のとこ見たらね、あれなんかついてるやん卓造ってなるんですか。そうなんですよ。これ AirPods 引っ付けれるんですよ。だからね、こうパッと取るでしょ。でこれ磁石でパンって引っ付くんですよ。だから忘れそうやなと思ったらね、ここバーって聞いてます。でこうやって街歩いてますわね。でそしたら僕もたまにね、卓造さんって後ろから言われるんですよ。あどうもこんにちはって言って、つけっぱなしで喋ったら失礼やから、ありがとうございますなんて言ってね、こうやって喋りながらね、こうやってボン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 つけていったらね、おいつけへんじゃないから、こう後でね、忘れたことがない、あれイヤホンどこ行ったっけってなんだろうね、ここに全部ついてあるから、安心していただけると。ちょっと外れてますけどね。でもこれってすごいないですか。服にこういう今の AirPods とね、こういうやって共存させるっていうのもねすごいですよね。そういったことでね、いろんな特徴をねお話しさせていただきました。でね、もしかしたら人によったら、うわ実は俺アクロニウム興味あってんと回は着てみたかったんって思う方もいらっしゃるかもしれないんでね、そんな方に向けて朗報がございます。何かというと、僕レンタル事業を始めております。なのでこのジャケットもねレンタルとして出してますので、気になる方は僕のレンタルの方から卓造レンタル服から見ていただけると、こちらのジャケットもレンタルできるようにしております。で、全てどんなジャケットも定価の1割なんで、定価が高ければ高くなるほどレンタル料も高くなりますけど、それは僕が設定するんじゃなくて定価の1割から、もう全部定価の1割で考えていただければね、レンタル1週間させていただいておりますので、気になる方はそこも見ていただければなということで、本日はですねアクロニウムの35枚のジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。卓造のメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしてみましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらってるので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。